はい、こんにちは、こんばんは、駿河です。今日は7272というコーヒーの喫茶店で、モーニングというものを食べに行きました。実は駿河はモーニングというものを食べたことがないので、今日はぜひそのモーニングというのはどういうものかというもので食べてみたいと思います。飲み物はちょっと溶けちゃってわかんないですけど、一応ウインナーコーヒーです。で、こちらに卵にパンが3つにサラダにヨーグルトという、組み合わせのモーニングでございます。あとウインナーがついております。では早速食べていきたいと思います。ウインナーコーヒーをちょっと飲みたいと思います。このね、ミトみたいな甘さとちょっとコーヒーとミルクの感じが美味しいです。そしてこのプチパンを食べていきたいと思います。あ、うまいです。非常に朝から、そしてウインナーを食べていきます。あ、これはね、肉汁がね、非常にジューシーです。なんかいいウインナーを使っているような感じもしますね。そしてサラダを食べていきたいと思います。あ、サラダは普通ですね。で、ヨーグルトは、なんかブルーベリーとヨーグルトが混ぜ合わせてて、で、ブルーベリーの味がして美味しいです。で、あと卵はまあやらなくてもいいでしょという感じです。で、これでお値段の方なんですけど、ドリンクとプラス160円と結構リーズナブルなお値段だと思います。ということで今日は、7272コーヒーで、朝ごはんを食べに行ったよという動画でした。以上、ご視聴ありがとうございました。